早稲田アカデミーは、関東地方に展開する中学、高校、大学受験専門進学塾。略称は、早さやか。名前に早稲田とついているが、これは創業者が、早稲田大学大学院を修了していて、早稲田アカデミーの前身が、早稲田大学院成塾という名前だったことに発しを、発するもので、わせだ大学とも、東京都新宿区わせだの地名とも直接の関係は、 ない。1975年に創業者である、野田誠が、杉並区阿佐ヶ谷で始めた、小中学生対象の学習塾に橋を発する。2001年に、高校入試において、総計附属高校合格者数1位となった。この地位は2021年現在も守り続けており、同年の合格者数は1748名であった。 また同年の改正高校合格者数は111名で14年連続で全国1位である。野田クルゼ2005年に早く専門に予備校、野田クルゼの運営会社である株式会社野田学園を買収し連結し会社とした。2007年夏に2008年3月期の業績に監視、大幅な業績化報修正を発表を。 東進ハイスクール等を運営している、株式会社長瀬が、早稲田アカデミーの株式取得を進めており、2007年12月26日時点で、取得株数は68万株となり、公表ベースで8.86%を保有している。2010年3月からは、現役高校生を対象に新しく、野田くるぜ現役館を開設し、現役生と老人生の住み分けを図った。 2010年8月に株式会社名工ネットワークジャパンと資本業務提携し、両社で早稲田アカデミー個別指導学館の新規立ち上げを発表。2010年9月に創業者の妻、角田玉美が保有していた株式の一部を英進館株式会社に市場外で譲渡したため筆頭株主が株式会社長瀬に変更となった。熟成数は 約39,116人。教室数は154。日本一の夏季合宿と名打ち、毎年8月に、滋賀高原と苗場で、夏季合宿を行っていた。2020年以降は、夏季集中特訓と名称を変え、拠点校舎や都心部の貸し会議室にて行っている。2015年8月10日、滋賀高原で行われていた夏季合宿において、 宿泊先である一つホテルで生徒から預かった貴重品が盗難にあった事実が判明した。早稲田アカデミーによると盗まれたのは生徒およそ340人の財布とスマートフォンおよそ120台。合宿は8日から12日までの日程を行われ、初日に生徒から貴重品を集めていた。19では貴重品は例年はホテルに預けていたが、 今年は部屋ごとに集めて、ホテルに入れ、それらを初日の夕方に複数の段ボール箱に入れ、ホワイトボードで仕切ったロビーの一角に置いた。9日午前2時にはあったのが、塾側が確認しているが、午前7時に再度確認したところ、なくなっていたという。ホテルは塾の貸し切りで、玄関は無施錠だった。 生徒一人当たりの所持金は三千から四千円であった。塾の担当者は、数人がアイベアのため、子供同士の盗難やトラブルを防ぐ目的で、貴重品を集めたと説明し、謝罪。塾側は9日、長野県警中野署に、被害届を出し、保護者全員に電話で事情を説明したという。2015年8月11日、早稲田アカデミー、山本ゆ 取締役が管理に落ち度があったことを謝罪。被害について同塾が全額保障することを発表した。なお他のホテルで行っている合宿では被害の報告はなかったという。2015年8月11日に、早稲田アカデミー公式 HP 上で本件に関する謝罪と保護者への告知が行われている。また、2015年8月14日には、 本件に関する見解を公開。2015年10月26日には、その後の状況も報告している。2016年5月11日、別の窃盗事件で、すでに逮捕されていたホテルの元従業員が、本事件について、窃盗と建造物侵入の疑いで再逮捕され、容疑を認めている。ありがとうございます。